うちらドミノピザにハマりすぎじゃない？きたちょっと太っちゃうわ。来ましたダイエットとはドミノピザ。ちょっと食べ過ぎる。え、最近毎日マジチートデイよね。うちコーラはいらないっす。さすがにうちはごめん水で。なんで水飲んだの？間違えた。自分の意思で食べた。ごめん、水で。でも毎日ピザでも食べるコーラ。そばでも飲む。あそこにある水。ダメだよ。意識高い系のやつだ。あとすぐそこだからそこの水を取って。玄関遠いのよ、まあまあ。食べ過ぎじゃないピザ。あ、でもちっちゃいじゃないですか。そう。ケイスケだっけはやばい。ケイスケね。ケイスケがうちらを染めたんだよ、ピザに。エスコアール100万人おめでとうございます。おめでとう。うちらちょうどライブ、あれで見れなかったんだよね。ガルアワで出てた、アイスボール頼んだった。これ、古川優香ちゃんがおすすめしてたやつ。え、うまそう。ピザに合うちっちゃいお皿。ドミノピザ。なんでもいいさ。なんでもいい。なんでも言っちゃって、俺の名前を使っちゃって。あっ、すごい、熱い、マジか。あっ、あっ。はいね、ナイス。今日遅刻したからさ、挽回するためにさ、めっちゃ一緒。はい、マリアさん、今日集合時間に起きました。はい、ちょっと謝られてないね、うちの。それはまだ。いや、それちょっと本当申し訳ないです。うわ、なんで遅れたんですか。何してたんですか。じゃあ、一つ言い訳して、はい、学校入ってないから。夜更かしでもしてたんですか。いや、昨日は寝て、アイシャドウ、LINE してた。うち朝 LINE してたのよ。けど、もうその前寝てたよ。寝てて起きて、ゲームして。うわ。普通2時間ぐらい。で、まあ、あの時間になって5時寝て。まあ、でもその前寝てたじゃん。睡眠は取ってんの。で、11時半に目覚ましが鳴ったのは覚えてんの。起きたよ。で、アリシャの LINE 見たら12時に起こしてるから。それを見て気づいたらサロンの電話で起きるっていうね。今度さ、電話しないでそのまま寝かして。全然寝てない。今日はさ、大事な撮影だったから。だからなんで寝坊したのか謎なんだよ。でも、前回も寝坊してるからね。前回寝坊したっけ？前も集合時間に起きて。集合時間に起きるはあったよ。けど多分、他の人は関わってないやつ。そう。ちょっと気を引き締めてください、本当に。なんか編集してて遅れるはいい、はい、そうそう、はい、けど何もしてないでゲームしてるはちょっとさすがにヤバいよねっていう。だから今頑張ってくれましょう、はい、あの公開怒られなんで皆さんそれでまたマリナがあったらちゃんと甘やかさんやってくださいね、はい、ちょっとそれは申し訳ない、はい、じゃあチートデーでーす。何回やんねん。でもこの後うちジム、うちもジム意識高い。うちも美容セレクトクリニック食べてるけどちゃんとやってます。動きます。よろしくお願いします。はい、いただきまーす。ちょっと一食目だしね。ドミノピザにハマったきっかけ完全にエスコアールのケイスケのせいなんです。ケイスケだけは許せない。うちにこんな悪いものを教えちゃって。本当だよ。悪い遊びをうちらに教えた。ドミノピザで働いてたんだっけ、ケイスケ。うん。待って、うまいよ、これ。大豆があるよ。ボールになってないけど。どういうことなんだろう。ドリア。待って、うま、なんかうまいよ。ケイスケの大好きな高麗カルビ。うわ。もうクリスプ、パンの生地まで真似しちゃってさ。でも誰もまだピザ食ってない。あ、やべやべやべ。それぞれに言うから。うま。クリスプ。味は分かってんじゃん、もう。うん。なんかさ、新しいの行きたくなるね。一回手出したものには都合よく扱っちゃうみたいな。いつでも来るだろ、いつでも来るでしょみたいな。もう分かってるからみたいな。オープンにまた開いて待ってる。やばい。でもそういうもんじゃない。そういうことだよ。新規の飲み会に来た子たちってさ、やっぱさ興味あるじゃん。新規だから。新規だね。めっちゃ知りたいからさ、もう一番最初にさ、名前はみたいな。おなじみの顔は知っちゃってるから。かわいそう。かわいそうだよね。でどんどん冷めてくる。うま。うん。どんどん冷めて。温度的にもね。温度的にも。で新しいものを持って帰るって。うわ。かわいそう。そうなりたくない。やだな。すごいって嫌じゃない？すごいのやだ。え、すごいの基準だと思って。呼んだら。そう。こいつと一緒。あ、ドミノピザ注文したらすぐ来るみたいな。すぐ来るし、すぐ来るし、そう。オープンで待ってるし。私すぐ返せるし、みたいな。すぐ触れるから。もうなんか目的が、もうこれだけみたいな。相手のことを知ろうともしない。だから、コーラー関係と一緒。都合のいい女も高麗カルビみたいな。都合のいい高麗カルビ。都合のいい女、これから高麗カルビって呼ぼう。そうだよ。じゃあ、そうだね。今日、めっちゃ大したら、今日の遅刻を挽回するために。挽回できるのは何でも。あ、じゃあ、挽回するために100ポイント必要なんだけど、はい、1ポイント。お買い物やったし、歌詞の歩みやったから3ポイント。3ポイントね。じゃあ、あと97ポイント。でも、その基準ね。基準、ピザって、ハンドトスに変えられたり、薄い生地に変えられたりするじゃん。だから、もし、その都合のいい女が、髪型を変えてきましたみたいな。あれみたいな。そっちの感じもあるんだねみたいな。はい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 。だからもう一回興味を持ってもらえるきっかけになるよね。だから君たちももしかしたらこれが薄い生地になったらまた味が変わるかもしれない。変わりね。変化をチーズ入れてみたいね。そうそう、変化をね、人間も変化をつけて、そうそうそう、つけていけば飽きられないっていうね。トッピングしてみたいね。トッピングしてみたいね。高いな。結局でもこういうサイドメニューよりもちゃんと中心にいる盛り上げられるやつが一番な最後に残るから必要なの。そうそう、必要なの。生き残るのは結局ここなんよね。そうそうそう、なんか長く来ると友達いられる。ここは多分もう一回食べたら、そうそう、もういいや、なるよね。やっぱいい関係になる。うんうん。逆にピザでそんなすごい。でもここではいくら飲んでも飽きないんだよな。中毒。だから依存してんだよ。依存してんの。そう、依
依存。悪い男だね。そう、悪い男、悪い男。悪い男なのかな。うん、でも、害有ある。歯かける。でもそっか。歯かけるって。名人なのよ。子供のやつだよ。歯が溶ける。歯磨きしなさい。そう、骨溶けるよって。ま、なんでこんな甘いんだろう。ほら。害有ね。うん、だから、やっぱりそういう、モテるやつっているじゃん。もう何してもモテるやつ。あー、はいはい。なんかモテるやつ。なんか、いるよね。そう、何してもいいやつ。多分それがコーラ。呼ばれたらすぐ来るし、いつでもいるんだよ。ちょっと持ってる。すごいいいわけよ。みんなから唯一無理なわけよ。はいはいはい。でもそういう男いるよね。うん。チャラいとか関係ないし、なんか持ってる。うん。そういう星生まれてる。あとなんか憎めないみたいな。ああ。それはコーラか。憎めない。だって、歯が溶けるとか言われてんだ。体に悪いって思ってるし、太るって分かってるよ。なのについてっちゃうって、マジすごい女だからね。マジか。マジすごいくない？うわ、うわ、すごいね。ついていかないなんて。そう、うちついていかないよ。カリ女じゃないから。ひょいひょい言っちゃうんだけど、もう全然カリ女みたいな。コーラから逆にうちも求めてくれるぐらいなんない。めんどくせえ女。うちはそんな中でもみんながいいって思ってる人じゃなくて、もっと希少価値が高いところに行く。例えば飲み物で例えると、だからルイボスティーみたいな。みんな行かないでしょ。意識高い系しか行かないね。そう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 。けどそんな中ルイボスティー選ぶ。ジャニーズでいう山田涼介選ばないみたいな。あー、山田涼介じゃなくて端っこの人選ぶみたいな。もうちょっと異能系あたり。あー、逆にね、逆に怒られる。端っことか言って怒られる。以外にマリが恐怖体験したの。あ、朝起きて時間見たら1時だったって言われた。だって電話する様子おかしかったもん。なになに、なんかうち覚えてんねん。もし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 って言って、普通に出たの。え、マリアちゃんもう1時だよ。そしたら、やばい、どうしようみたいな。なんか分かる、静止してんの脳が。起きた時は、うん、もうパニック状態に陥ってるから分かんないよ、うん、思考停止。だってさ、後ろの髪の毛ビヨーンって。後ろは見えないから、ね、後ろは見えないから。とりあえずアイロンして、もう顔をもうゴシゴシ洗って、ゴシゴシ。そう、化粧はもうタクシーでやろうと。うんうん、春まで来たんだから。春までってやめる。髪が早くしないでも。ダメ。うわっ、マジで。なんか近い距離で写真撮ったのに。うわ、最悪や。髪がけもしないで。うわ、汚ね。顔も中途半端にやって。うわ、汚ね。ここもリケチャップつけてさ。汚ねよ。よく、もっと遅くなると思ったよね。うん。頑張った方。頑張ったでしょ。頑張ったでしょ。で、50ポイント。50ポイント。結構でかい。で、なになに、何やったの。さっきカメラ始まる前に、怖い話があった。いや、なんか、一昨日ぐらいの話で、夜友達の家に、手作りガパオライスから多分5人ぐらいで行ったわけで、うんうん、で、まあ、実はこの家なんか、怪奇現象が起きると。ガパオライス屋さんが違うね。その友達の家で。ガパオライスに行ったら、まあ、食べに行ったわけ。ガパオライスの話。ガパオライスが気になるかもしれない。あ、ちょっと、はいはい。ガパオライスが行くわ。じゃあ、本日はね、普通に美味しいガパオライスがあるよっつって、絶対ガパオライスがある。絶対あるよ。こんな感じだよ。絶対ある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 よ。絶なんか、みんなになんか、昔のこのドラマとか見ちゃったりして。昔のドラマって、父言う話とかない。昔のドラマなんかあるんですか。あ、なんかある。だって、普通いらないもんね、話の。いらない、いらない。いやいや、大事。で、まあ、楽しくワキアイアイアってやつ。ワキアイアイアイ。夜の3時ぐらいだったわけ。牛水時ね。そうそうそう、怖いじゃん、もうそういう時点。なんかちょっと、スーパー怖がりじゃん。怖い話があった。まあ、実はこれちょっと、引き戸なのに、パッと開くんだよ。引き戸なのにパッと開くんだよ。自分で開けなきゃ開かないのに。クレーズとかパッと開くらしい。クレーズ、クローゼットパッと開いたりとか、トイレのドアがパッと開いたりとかするみたいな。怖いね。その時点で怖いじゃん。うん、3時の時点で怖いじゃん。お前3時の時点で分かってる。幽霊見える人いるって言ったじゃん、友達に。友達とか知り合いで、その人に写真を送ったわけで、あ、ごめん、ちょっと大きい窓にこう寄っかかったら、いきなり換気扇がついたわけ。換気扇ってなんかその玄関のガチャっていうのが開かないと換気扇がつかないらしいの。自動でつくんだよ。で、玄関のガチャって音といきなり換気扇がついた音と、その瞬間に後ろからポンってやられたらしいの。ガラス知らないんだけど、そこ隣にいた人が、うんうん、えみたいな、うん、待って、今玄関開いた音とドンってやったんだけど、誰か玄関開けたみたいな、うんうん、で、こうやって見に行っても誰もいないし、うんうん、今のじゃあ後ろからのドンは何みたいな、うんうん、怖いと。じゃあ幽霊見える人に見てもらおうと写真をこう送ったら、うん、待って、本当にそこピンポイントでこうやって寄っかかってたところに、うん、女の人が立ってこっち見てる。窓越しのとこ女の人がこうやってずっと見てるみたいな。で、ちょっとよくわかんないから、まあ、とりあえずテレビ電話して見てもらおうと。で、さっきのとここうやってた、待ってみたいな。女の人めっちゃ見てるみたいな。ずっと静止してこっち見てるらしい。で、あ、待って、いなくなったっつって、違う隣の部屋行こうって言ったら、待って、こっち移動してる。女子。怖い怖いってなって、で、まあ、他の部屋は大丈夫っぽいな、みたいな。こっちとこっち移動してるって言って、待って、みたいな。え、もう一人なんかいるんだけど、こう撮影した時さ、自分のさ、ガラス越しに、ここになんかいる。男が増えてて、もう、やばいじゃん。牛蜜時だし。電話は、これ以上騒いだら、結構やばいから。バカにしてるみたいな感じだった。切ったら、その女の子から何来て、やばい、こっち来たかも、つって。こっちって何？だからもう電波で飛んできちゃった。飛んできちゃった。で、その時もう何が怖い。こっち来たかも。靴が裏返しになってる。え
靴が裏返しになると空見せて、もう一回見せて。この靴が裏返しになってたってこと？そう、勝手に。で、何もないトイレのドアとかがバーって開き始めたから、玄関見に行ったら靴が、え、もうしちゃってるんだ。裏返しにしてる、絶対この人。さあ、起きたら大丈夫です、あ、腕が本当に待って待って待って、でもこの人、その幽霊物件とかも当ててんのよ。友達の事故物件とかも、この家なんかありますかって送ったら、ここ事故物件みたいな、女の人死んでないみたいな、ね、ガチで失礼なことしてるよ。幽霊、幽霊っていうのもおかしいけど、その人何がしたかったかって分かってない。幽霊か、うん、幽霊が分かってない。え、幽霊ってかみんなが分かってないのがマジで本当失礼で、うん、それ何したかったかって、ガパオライスウーバーイーツしに来たの。で、開けてもくれないから、そこのドアを。そっちにいて。いや、そう、店員さんだったんだよ。だって、ガパオライスの話だったよ。確かに、ガパオライスがね、重要ワード。そうそう、重要ワードだったのに、ガパオライスのことも忘れて、わーわー騒いでるから、ドア開けてくださいっていう意味で、反対側にいて、あ、これだった。そう、そっち来て、届け先間違えたのかなと思って、そっちの家に行ったっていう。ガパオライスの例の話だよ。あ、そういうこと？ウーバーイーツしに来たの？ウーバーイーツの話だよ。めっちゃ失礼なこと。めっちゃ失礼だから、確かに。宅配の人からしても最悪よね。かわいそう。かわいそう。玄関入れないのか、こっち行くしかないし。じゃあなんで青田を残したりしたら普通流したり。でも、いたずら。あ、いたずらそこは。いたずら。その人さ、届け先のさ、項目にさ、置き配とさ、靴裏返しっていう項目だった。置いたサインで、靴裏返し作みたいな。合わせてたってこと？腕締めって。あ、やってた。腕締めと靴裏返しが宅配のサインですよって。なかった。あ、そうやってたのかな？やってたっしょ。そっちのミスでしょ。人が悪い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 。でもなんか確かにその幽霊自体は悪い気はしなかったって言ってたから。だからウーバイトの店員だもん。幽霊じゃねえし。でもお風呂はやっぱり日本酒入れて日本締めみたいなした方がいいって。ちょっとお交代できてくるね。あ、おいやばいやばいやばい、勝手に動いて、勝手に動いてよ。これこの赤色のスプーン、赤色に染まったスプーン、何でもさ、怖いみたいな。お交代したら50ポイント。うわ、100倍じゃん。大丈夫この子。だって金沢で買ってきたよ、ここで。その友達はさ、女なの？男なの？俺だ。あ、分かったな、死ぬときは。いや、おるなよ、お前。遅刻するし。遅刻するし、お子おるし。じゃあ、お子入んないでも、落ちちゃうの？入るって。入んないってことは、マイナス50ポイント。え、やばい。ん？え？消えたよ、お子。ついてないし。怖い。怖い。何を怖いって。換気扇がついたり、扉がさ、開いたりって、家がボロボロなんじゃない？え、ボロボロじゃないよ。新しい、全然、綺麗ね、普通に。何？家ボロボロ。ボロボロだから、うちもたまに開くよって。空気。サイズボロボロじゃないやめて。ちょっと、ボロいじゃん。まあまあ。昨日さ、これ成仏させたいから言うけどさ、今日電話してて、って聞こえたの。うまい！相手の人から、え、待って、今なんか言ったみたいな。言われて、え、ふーって声でしょみたいな。え、そっちが言ったんだよねつって。いや、言ってないよみたいな。怖いって。どこで電話した？ここ。怖い！おい、うちの人じゃねえか。びっくりした。怖くね？だからすぐお答えた。でも、そういえばうちも昨日、友達の家飲んでたんだけど、ピンポーンって押したら、ふーって聞こえたよ。音合わせだよ、音合わせ。トリくんの音合わせじゃん。じゃあ、それ誰もいなかったの？家主一人で、うちら何人かいて。女の人？いや、男の声だった。アリシャンのやつ。うち女の人。もう一回見て、どういう声？怖い。うちが見た女の人と男の人じゃん。やっぱ、二人そうなんだよ。ガパガスとお届け。宅配の例。あ、宅配の来てんじゃん、そっちに。じゃあいいと。みんなに同じ。確かにね。マイナス、確かに。マイナスだよね。お前がマイナス入れたつもりだよ。でも、えあ、おい、おい。え、待って待って、今の話全部取れてないよ。終わった。え、待って、怖い。レイだ。怖い。待って、助けて早く、お金かけて、かけて。この間何があったか全然取れてない。サオリン、サオリン、あれかけて、レイの、レイのあれかけて、お願い。ねえ、助けて、サオリン。見つけただけで幸運です。ない、それ、ない、それ、開運エネルギー。ちゃんともう一回説明して。ごめん、事情説明すると、電源切れてうちらずっと怖がってたんだよね。うちレイの仕業だって、指とか刺しちゃった、ごめんなさい。レイの仕業だって言って、サオリン、あの曲かけてってサオリンがよく何かちょっと運気が下がった時に聞く YouTuberYouTuber なの。え、 YouTuber さんって顔出してます。あ、してた。ごめん。南国スピリチュアル登録数は 2.98万。あー、もうすぐ3万人っていうチャンネルがあるんですけど、曲をかけるのよ、ボーンみたいな。じゃん。で、そのワンエピソードしたんですよ、今。この間そのやつをかけてね、みたいな。まあ、一瞬盛り上がりました。盛り上がって。パッてカメラ見たら、これでないの！怖い！怖いって、オン押し忘れただけない。怖っ！でも、押し忘れるはずでもさ、でも、そういうことよ。だから、うちも今日寝坊するはずなかったよ。寝たもん。めっちゃ寝たもん。でも、二度寝すんなよ。二度寝すんなよ。11時半に起きたのに、二度寝すること。はずがない。多分、例の仕業だもん。ワンちゃん。で、アイシャンソースを教えます。え、じゃあ教えます。はずないの。ない、確かに。だって気持ち的には押そうと思ってたもん。だから起きようと思ったし。起きようと思ったら多分なんか。でもさ、おぉ、それでは、どうもやめろよ、マジで。さ、うち音楽かけた瞬間、ついてないことを。気づいたんだもん。で、そうだよ。もう幸運。見つけただけで幸運です。確かに。すげえ、幸運スプリット。
チュアル、なんだっけ、南国スピリチュアル、南国スピリチュアル、本当にかけた瞬間なくした SD が見つかったりとか。そう、大丈夫、他なんかミスってないの？だってもう興奮かけたから大丈夫。え、でもこれ3分聞かなきゃいけないでしょ。もうこれ7時間あるよ。7時間聞くの？8時間、8時間終わりや、1日。だから家からじゃないから、多分悪いことも起きない。あ、そこ、7時間聞いてるから家から当たり前だ。自分の好きな時間でいいんだよ、聞くのは。あ、清まったと思ったらいいんだって。へえ。いろんなジャンルがある。でもこれはね、本当お化けをね、あれするとかじゃないから、幸運、あと気になって気になって。だからね、サムネが怖いんだよね、これの。洗脳されてると思われちゃう。最初うちもサムネに大丈夫って感じだったんだけど、神社に行く感覚なのよ。あ、そうそうそう。ずっと聞いてるわけじゃないよ。なんか、験担ぎに近い。気持ちしてるから。寝るちょっと前とか、寝つきが悪いとか。これね、すぐ寝る。言ったらなんか自分の中のスイッチみたいなもんでしょ、そういう。試しにさ、今度さ、金運聞いてさ、ギャンブル行ってよ。あ、本当かどうか。じゃあ、うち聞きながらですか。今日行こうかな。金運確定、どうかお早めにご覧ください。うわ、どうかお早めにご覧くださいって残ってんじゃん、だって YouTube なんだから。そう。消えるわけじゃないんだから。いや、消すのよ。消すの？消す時もあるって感じ。え？絶対それは消すかもしれません。全然。何ヶ月前に言ってんの、それ。どうかお早めにって言ってんの？どうかは全然消してないじゃないかよ。どうしようもないくらいに開運します。うわ、金運確定。うわ、このタイトル選手。消される前に早く見てください。どうしようもなく運気が上がる方法を教えます。で、うちみたいなやつすぐ開くよ。でも、そういう人たちが見てる動画じゃないから関連出てこないんだよ、ちょっと。これだってそういう人たちの関連出てくるのでしょ。どうする？これ再生数2とかだった。マジで。誰も見ない。あ、分かった。この動画を再生した瞬間からありえないことが起きます。どうかお早めにご覧くださいでしょうか。うわ、怖っ。絶対見ちゃう。見るわ。何ってなる。何って。で、蓋開けたらピザ食ってんでしょ。最悪じゃん。BGM だけさ、流しとく。あ、BGM。この人の著作権があるから。あ、著作権とかあんの？あるでしょ。この人だって奏でてんだよ。え、待って、この人ジャスラック登録してんの？この曲。この人なんこの人なんですよ。この人がなんか叩いたりしてんの。おー。これは別にないでしょ。まあ、気になる人は見て。調べて。そうだね。画面暗くなっただけで怖いって。何でも怖いもん。このさ、動画、釣りもいいとこだよね。なんかさ、釣り動画ってさ、例えば、付き合いましたとか言って、はい、ドッキリでしたっていうよりもさ、全く違う方がさ、すがすがしくない。釣りどころじゃない。関係ない。関係ない。関係はあるよ、だってこの話。でも、なんか誰も傷つかない。あ、誰も傷つかない。みんなハッピー。付き合いましたとか期待させて落とすことはちょっと違う。でももしかしたら見てる人たちのとこにガポーダンスの出が行くかも。うわー怖い。最悪最悪。電波発信してる。おーい、視聴率ここへ下がる。はい、というわけで今夜皆様のお家にもガポーライスが届くかもしれません。信じるか信じないかは私次第でございます。じゃあねー、バイバーイ。いや怖いから。出たけど、やばい、音楽聞こえ、やっぱ。ガチで変化が起こります。困るくらいに好転してしまう。奇跡の引き寄せ。もう悩むことがなくなります。そんなじゃねえだろ。超嘘だ。人生変えちゃうよ、人が見違えるくらいに変わります。これであなたは自分という姿は最後です。ちょっとやだね。やだ、ちょっとやだ。なんかさ、ちょっとやだ。自分は失いたくない。そうそうそう。サオリンのおすすめ動画全部、なんか、霊的なもの。でも、信じるものしかね、伝わらない。そりゃそう。めっちゃ信じてる。あいちゃん信じてちょっと信じてあんな SD カードバカ騒ぎして。そうだから、必要な時に信じて、必要じゃない時に信じない。都合のいい。そう、都合のいい。まるで、高麗カルビみたい。結局、高麗カルビに戻る。都合のいい女。うまくいったな。まとまったな。One, two, three!